東京行ってどんな感じよ。あ、東京、うん、今お笑い、うん、でも大阪の時はほんまに、うん、ちょっとまあコンビでやってたもあるけど、うん、やっぱこうちょっとこう安定入ってたとか変にな、うん、バイトして、うん、でまあ普通インディーズラブ出てみたいな、うん、知ってる人の前でやってっていう、やっぱどうしても負のサイクルっていうか、うん、入ってたけど東京来てからはやっぱ誰も知らんし、でちょっとなんかできるだけこうなんかワクワクして、うん、誰もやってないことをやろうかなとか、しんどい方を選ぶような仕事なんで、あ、それはいいことかもしれない。ほんまにそれはマジで大事ですよ。時間の感覚は全然一日の長さ違うとか、そんなんあるある、あるある。てかもう曜日の感覚まずもうないし、まあそれは芸人多いかもしれないけど、まあ、でも時間はほんまになくなったな。あ、朝昼夜とか全然関係ないから。でも本当に俺ずっとお前と長いからさ、ホームレスになってからの方が余裕がある、気持ちには余裕がある感じがするな。あ、ほんま、なんかそのガツガツしてなくて、うん、なんか昔の方がなんか変なすさみ方をしてたような感じがする。でもそれはでも、うん、もう思った瞬間に思ったことになる、うん、ああなるほどね。自然体がやっぱ自然な一番いいと思ってるから、まあ、まあ俺でできることであったらな、うん、なんかいろいろ協力させてもらおうと思って。いい、こちらこそありがとう。まあ、なんか、例えば、まあ、例えばっていうか、まあ、いいの？ああ、全然。腹も減ってるかもしれない。牛乳もある。やっぱり、東京行ってから、守るべきものができた？できた。結構、そんな大変ないから。そんな感じ。愛するためにお笑いやってるか、愛されるためにやってるかっていう、俺は本当に大阪の小谷を知ってて、東京に遊びに行った時に今の小谷に乗って両方を見た時に感じるエネルギーがやっぱり違う。それは食べ物の違いとか文化の違いとかいろいろあるんかもしれへんけど、お前の中でお笑いの哲学がパチンってスイッチが変わったのを俺は感じたね。あ、そう。でガツガツしなくなった、うん、東京行ってからの子たちも余裕を持ってるで自分に自信があるんだよ。だから俺の中のごめんなこれ偏見やけど、うん、ホームレスの人って、うん、なんていうのガツガツしてるというか、うん、うん、言ってよ、はっきり言ってよ、別にそのガツガツしてるみたいなイメージはあって、うん、でも全然してない。自分の芸人自信を持ってきたというか、だから俺はなんか今風格を感じるというか、余裕が出てくるんだよ、ほんまに、うん、そうやな。ガツガツせんくなったもん。うん、せんくなった。ガツガツしてるやつ逆にどう思う？なんか結構な、やっぱ早く、早く行くなって。そうだな。目や、よって汗でこうと早く行くんや。あ、全然全然。いや、真面目な話みんな聞きたいよ。真面目な話みんな聞きたいよ。それはもう、本当に良かった。うん、今、うん、小谷が、あえてな、ガツガツしてないお前が、何か一個だけ神様がくれるって言ったら何が欲しい？